続いての講演はワーケーションやプレジャー制度の導入に際しての労務専門家視点をテーマにご担当者様にご講演いただきます岩田社会保険労務士事務所岩田雄介様による労務視点から見たワーケーションですそれでは岩田様よろしくお願いいたします 先ほどご紹介に預かりました社会保険労務士の岩田と申します本日はあの皆様お忙しい中こちらのイベントにお集まりいただきまして誠にありがとうございますまたあの主催の観光庁様関係者の皆様にもお礼を申し上げますありがとうございますこちらのセッションではですねこの労務視点から見たワーケーションというテーマでお話をさせていただきます 特にこの15分間ということになりますので私が申し上げたいことは2つでございます。ワーケーションは非常に素晴らしい労務課題解決のソリューションになりますよということと労務を抑えなければならないポイントがありますが皆様、そこまで恐れることなかれとしっかりと抑えれば大丈夫ですこの2点を私のほうからお伝えをさせていただきままますすでは簡単に自己紹介をさせてていただきます改めましし社の岩田と申します。 私最初のファーストキャリアはです、ね、人材会社で自治体様の地域活性化ですとか地方創生のお手伝いをさせていただいておりました。 具体的には研修プログラムをお作りをして企業の皆様に視察研修でお越しいただいたり地域の方と交流していただくと当時はワーケーションという言葉はなかったですけれどもワーケーションのようなものをプログラム開発をしていたそのような人間でございますその後は事業会社の人事のほうで働き方改革特にリモートワークの推進ですとか兼業副業の推進というものをやっておりました 今は社会保険労務士として、まあ、主に中小ベンチャーの皆様の、まあ、労務管理のご支援をさせていただいているというそのような人間でございますで今日のワーケーションというテーマですと私自身がもうワーケーション大好きな社労士でございまして、まあ、SNS なんかで,です、ね、私自身の今ワーケーション体験なんかを発信をしております去年はまあコロナが落ち着いた折には熱海に行ってみたり、えー、鹿児島の指宿に行ってみたり南知チシに行ってみたりと山梨に行ってみたりと、まあ、全国各地で社労士業もやっているそのような人間でございますもしよかったらあのご覧ください それでは早速本題でございますけれども、まあ、まずワーケーションはすごくいいですよということをお伝えしたいというふうに思っていますワーケーションを導入するメリットはこちらのスライドに記載をしておりますけれども、まあ、企業にとってもです、ね、従業員の方にとっても非常にあの多岐にわたるメリットがありますで中でも最近企業様のお悩みとして、まあ、リモートワークが推進する中で、まあ、社員間のコミュニケーションがなくなっていて、えー、エンゲージメントが下がって退職者が出たりですとか、まあ、あるいは このストレスレベルが高まってまメンタルヘルスでの疾患が増えてきている求職者が増えてきているそんなような話をお聞きをしますまあ、こうした労務課題にも非常にこのワーケーションというのはソリューションになり得るとえ素敵な制度であるというふうに考えております 先ほどの,の東原さんのデータにも近いですけれども南紀白馬アポートさんが主軸で,です、ね、調査をされたこの東京でリモートワークをしている状態と、まあ、和歌山でワーケーションしている状態のエンゲージメントを比べたデータもあるんですがこちらはまあ見ていただくとです、ね、やっぱり期間中にもワーケーションしているほうが 23.9%エンゲージメントが上昇するしワーケーション終了後もです、ね、エンゲージメントが高まっているという、まあ、このエンゲージメントという今まさに旬なロームカラに対してもこのソリューションになるというファクトも徐々に出てきているのかなというふうに思いますでワーケーションのロームを考えるうえではです、ね、このローム管理上の区分としてはこの左側にある休暇型なのか業務型なのかというこの2つの区分が非常に重要なポイントになるかというふうに思います。 休暇型一番左の赤いところの休暇型ですけれどもこちらはまあメインはですねあの休暇の中でプライベートな旅行中に一部お仕事をされるというようなワーケーションですつまり休暇がメインで業務というのはサブこのような関係性のものを休暇型ワーケーションと捉えていただくといいかなというふうに思いますそれに対して業務型この真ん中の青いところですね については例えば、一番左の地域課題解決型であれば地域大連の視察やワークショップを実施したりですとか真ん中の合宿型であればこれは今、オフサイトミーティングなんかをやってらっしゃる企業さん多いと思いますけれどもそのオフサイトミーティングを、えーまあ、都市から離れた地域で実証していくというそんなようなものを扱っています。で基本的にこの業務型は、まあ、通常、労務管理上は出張の一環という,ふうに捉えられることが多いのではないかなという,ふうに思います。 まあ、このようにです、ね、この導入しているワーケーションがです、ね、休暇型なのか、まあ、業務型なのかというところで、まあ、あの検討すべき論点というのが若干変わってくるというところがポイントです。まあ、例えば休暇型であればこの年次有給休,休暇の制度設計をどうしていくかで業務型であれば、まあ、労災認定あるいは今日はちょっと触れないですけれども給与の課税の部分が論点になっていきます。 であのまあ、テレワークはですで、ね、にコロナの中でいろいろ推進をされていらっしゃる企業さんもあの多いかと思うんですけれどもあのなぜかワーケーションというとです、ね、何か一段ハードルがかなり高いようにあのご認識をされていらっしゃる企業さんも多いのかなというふうに思いますが、まあ、ぜひあの安心をしていただけたらというふうに思ってこのスライドを作っております。 あの厚生労働省が改定をしたテレワークガイドラインですけれども、ちょっとちっちゃいんですが、この1から3の左側のです、ね、下の注釈のところにです、ね、ワーケーションについても、えまあ、モバイル勤務の一形態ですよというふうにガイドライン上で示されています。まあ、ですので、まあ、あのワーケーションだからといって、あまりこう恐れることなくです、ね、まあ、テレワークの決まりの中に、まあ、個別にワーケーションとして決めなければいけないものを定めていけばよいというふうに、そんなようにまあ心のハードルをぜひ取っていただけたらというふうに思っています。 右側の規定の策定にあたってもですねあのワーケーション規定を個別に作ってらっしゃる企業もまれああにいらっしゃいますけれどもまあ多くはまあテレワーク規定だったり出張規定の中でえまあ個別に決めなきゃいけないところをあの論点として盛り込んでいるということで個別にこうテレワークではなくてワーケーションだけを切り出して論点化していくという企業さんはそんなに多くないかと思いますですのでまあリモートワークやテレワークのガイドラインの中でまあワーケーションも読めるようにしっかりと作っていくというそんなような進め方でいいのかなという,ふうに思います。 テレワークのモデル終了規則は実はすでに厚生労働省がもう公開をしておりますので、まあ、テレワークのモデル終了規則もご参考しなにしていただきながらこれから規定作成に取り組む方はぜひそれを活用していただけたらというふうに思いますで、まあ、ワーケーションの規定を作るとか制度を作るときにはこの右下のです、ね、労使で協議すべき事項というのが参考になります。 特に、まあ、この中でいくと申請手続きですとか、まあ、日数や頻度、費用負担というところは特にちょっとワーケーションで個別性が高いところかという,ふうに思いますのでえぜひご参考にしていただけたらと思いますが、まあ、先ほど JAL の平井さんのお話もありましたけれども、まあ、この右下にあるようにこれ観光庁様が作っているパンフレットの中に、まあ、各社さんの手続きのまあ規定の事例なんかも載っています。まあ、JTB さんであると、えー 実施2週間前までの申請だったりですとか、まあ、JEL さんだとまた別の申請方法があったりということで、まあ、割とこう各社実態に合わせて柔軟に制度設計可能ですので、まあ、この申請手続きだったりテレワークとは一部異なるところがもしあるのであれば、えー、柔軟にそこを制度設計していくということが求められていきますこちらのスライド今度はあの年次有給休,休暇をどう活用していくかという論点ですけれども、まあ、ワーケーションを推進する特に休暇型ワーケーションを推進するのであれば、まあ、年次有給休,休暇の中でも時間単位の年休を活用するというのが あのベストでははあるとは思います、まあ、時間帯の年休というのは導入手続きがございます。まあ、労使協定をしっかりと締結をして、まあ、5日以内の範囲で取得することが可能なんですがちょっとご注意いただきたいのが、えー、この対象範囲だったりを目的で限定することができないということです。ででですのでまあ今回であれば、えーて ワーケーションをする時だけ時間単位の年金を使いますよという制度は作れないので、えー、まあ入れるのであれば基本的には全社に入れていく全事業所内の全事業,所従業に提供していくということがあの、まあ、業務上の適正の運営を妨げない場合には必要になってきます。ですので、いきなりは時間単位年金難しいよという場合も半休、ね、活用で十分ワーケーションを推進できます。あのこちら右側のスライドににありますすようにですね えー、半日休暇を取っていただいて、まあ、午前中はあのホテルで、宿泊先でリモートワークをしていただくで午後はもう完全に休暇にしていただくというふうに分けて実証されている企業さんも多くいらっしゃいますし、まあ、逆にあの入り乱れるよりも、えー、きっちりメリハリをつけて働いたほうが、まあ、リフレッシュもできて仕事も止まらないということで、まあ、効果が高まるという意見もよくお聞きをしますので、まあ、時間単位年休がないからといって、えー、休暇型ワーケーションがか入れれないというわけではないというところをあのご理解いただけたらと思っています。 続いて労災の論点ですけれども、まあ、労災の場合、は基本的にこの業務型で出張に該当するときというのが、まあ、一つ大きな論点になるかというふうに思います。で、これ、あのワーケーション関係なくですね、出張中の労災というのは一応基準がありまして。まあ、基本的にはこの出張中というのは。 積極的に何か指摘行為要は業務と関係がない行為をやらない限りは、まあ、特段の事情がない限りは原則労災保険の対象になるという,ふうなルールになっています。まあ、これは出張自体がそもそも事業主からの指揮命令で進められているものなので業務性が認められやすいということですけれどもなのでここの論点は、まあ、積極的な指摘行為がワーケーションプログラムの中であるのかないのかということを見ていただけると良いかなというふうに思います。上ににありますように この積極的な指摘行為があれば、まあ労災に該当しない可能性がありますので、そこはあのリスクとして認識をしていただく必要があります。で、この積極的な指摘行為って、まあ何なのかというところですけども、ちょっと字が小さくて申し訳ありません。あの言葉でご説明をするとですね、えー、基本的には、例えばこの付随行為というのと、指摘行為というのが違うんですけれども、付随行為というのは、例えば食事とか、まあ喫茶とか睡眠とかっていう、まあ基本的に出張中に付随してても、まあ違和感がないよねという、そんなものを付随行為と言います。 で積極的な指摘行為というのは、例えばですけれども、まあ、同僚と食事に行くまでは、あのこれは不随行為として見なされやすいですけれども、そこでまあお酒を飲んで、命定して、こけてしまいましたという場合、これはまあお酒も入って命定するというのは、ちょっと業務との関連性が薄いよねということで、まあ、積極的な指摘行為というふうに見なされるというあのことがあります。こちらのスライドの中でいくと、例えばうとかえとかですかね。 絵と尾の,の違いとかっていうところを見ていただけたらと思いますけども、まあ、基本的にこの業務に付随するのかどうかというので見ていただいてそこから大きく逸脱する場合は積極的な指摘行為になるんだろうというふうにご認識をいただけたらと思います。でとここでですね例えばワーケーションのアクティビティとかっていうのがやっぱりちょっとグレーゾーンになってくるのかなというふうに思います。 このワーケーションのアクティビティ自体が私的行為なのか業務性なのかというのも個別判断になってきますのでそのプログラムの目的だったりですとか参加の必須度だったりとかというものを事前にしっかりとあの曖昧にせずにですね事前にこれが業務なのか私的行為なのかというのをメリハリをつけていただいてワーケーションプログラムを作っていただくということが重要かなというふうに思います。 ですのでまあ、このプログラムを作ったときに、ぜひです、ね、この指摘行為と付随行為と業務、これそれぞれをメリハリをつけていただいて、見ていただくというのが大事です。また、それ以外のです、ね、ポイントでいきますと、まあ、労災とはちょっと微妙に違うんですけれども、あの移動手段についてのお話がすごく出ることがあります。 まあ、レンタカーを利用させていいんですかとかレンタカーを借りてワーケーション中に事故が起きた場合どうするんですかというようなご意見非常に多くいただくんですけれども、まあ、これもあのやっぱり事前にルールだったりとか事故が起きた場合の報告のプロセスをしっかりと決めていただくということが重要かなというふうに思います。でまあ、のよくリスクをきちんとあのヘッジされてる企業さんなんかお聞きをしていくと、まあ、今だと地域側でもマースだったりですとかそういったこの 地域側の公共機関を、まあ、あの割とオンデマンドで使えていくようなそんなような仕組みなんかも整備をされていますしまたあの地域課題解決型でワーケーションを取り組む場合は、まあ、ご相談を地域側にすると、まあ、地域側であの移動手段をご準備いただけるというようなあのケースもお聞きをしますので、まあ、もし、私有者利用とかレンタカー利用のリスクがなかなか解消し取りづらいということであれば、まあ、地域側にもご相談をしながら進めていくというのが、まあ、一つ今の時点でのいいやり方なのかなというふうに感じております。 まあ以上のように、ワーケーション中の事故だったりですとか、労災認定のリスクというのは確かにありますのでまあこのワーケーション中のまあ障害旅行保険だったりとか、今、徐々にワーケーション保険というのも出てきてますのでそういったこう民間保険でカバーしていくということもまあロームリスクのヘッジという意味では大事かなといいう,うに思います。最後になりますけれどもちょっとロームとは離れるんですけどもあのロームの制度を細かく見る前に私はまず何で,でワーケーションを企業がやるのかというそっちの Y が大事だというふうに思っています。 ていますワーケーション制度は目的ではなくて手段ですので、まあ、何のためにこのワーケーションをしていくのかということを明文化しないとですね規定に目的条文も作れないしプログラムの中身も検討できないしということはロームのリスクの洗い立ちもできないということになりますのでまずは Y から始めるということを最後にお伝えしたいなというふうに思っております。まあ、最近ですとコミュニケーションとかエンゲージメント以外にですねパーパス浸透だったりですとか次世代経営者育成という観点でワーケーションを取り組むという企業様も増えてきております。まあ、あのワーケーケションの 可能性はかなり広い範囲におりますので、ぜひこのワーケーションをうまく活用していただいて、ただ、抑えるべきロームリスク、税務リスクは抑えていただいて、企業の皆様の組織的課題を解決していただけたらというふうに思っております。 まあ最後になりますが、あの私も冒頭で申し上げました通り今まだまだワーケーションを自ら人体実験中でございますので、えー、この取り組みについても SNS で発信しておりますので、もしよろしければ、ぜひ皆様、SNS でもつながらせていただけたらと思いますし、もし今日のご,講演ご質問ありましたら、えー、お気軽なくあのメッセージいただけたらというふうに思っております。短いいい時間でしししたたたががが本日はあありりととううごござざまま田様